時間になってので、そろそろ午後のセッションを始めたいと思います。で、先週の講演はですね、IPMU の立川先生で、理論物理から新しい数学を取り出すことということで、数学と物理の境界について、知る話をしていきます。どうも、お願いします。いや、むしろなんかどういうことを話すかとか、個人的に興味があって、切り口ですね、個人的にちょっと興味があります。どうも。ご紹介ありがとうございます。山崎くんと僕は、両方ともね、物理と数学の間のことやってますんで、いつお互いのね、こういうトークのスライドがあると、毎回ダウンロードしてチェックして、ああ、あいつこん、最近こんなこと話しよったな、やってるんですけども。私は、原理論屋ということになってるんです。私は、物理屋でしょうか？数学者でしょうか？それとも、数理物理屋でしょうか？物理屋だと思う人、はい。数学だと思う人、はい。数理か物理だと思う人、どうなんでしょう。みんなそう。で、でも、僕今、主にパパやってるんですよね。それで、コロナですが、みんな忘れてきて、初めて対面授業あった時に、僕自分のことですね、パパって言っちゃって、すごい。これか？こんな感じで。いや、困っちゃうんです。パパ、ローレンツ変換しちゃうぞ、みたいな、そんな感じで。それはともかくとして、じゃあ数学とね、だから僕が数学屋なのか物理屋なのかっていうのを考えるために、数学という分野と物理という分野について、いい加減に分類してみようと思うんですね。で、だから、横軸は現実と関係あるか関係ないかで、縦軸は厳密かいい加減かって感じで、で、純粋数学っていうと、大体厳密で、現実と関係ない。一方で、物理っていうのは、いい加減で現実と関係あるみたいな感じなわけ。なんですけど、物理屋に、どっちから書いてたっけな。数理物理のこの間の広いスペクトルをカバーするんだけど、物理屋っていうのはですね、もう別にですね、現実と関係あれば、いい加減である必要はないですね。それは厳密であって現実と関係あったらそれに言うことはない。一方で、数学者っていうのは、ちょっと現実に関係あることをやってる数学者もいっぱいいるんですけど、いい加減だったらそれは数学じゃない。でもですね、数理物理っていうのはいろいろ広くっていうのも僕この辺にあるわけだから、数学者には物理屋だと思われていて、物理屋には数学者と思われていて、どっちなんだろうなと、こういうことになるわけ。で、そうするとね、これを聞いている皆さん思うのは、厳密でなく、現実とも関係ないのに、やってて意味あるんかと言いたくなりますよね。自分も思います。でもあるときはあると僕は言いたい。で、どういうことかっていうと、その理論物理と実験物理の関係っていうのはこんなもんです。理論物理は理論的に考察して新現象を示唆して、実験物理は実験で得られた新事実を提示して、これがぐるぐる回るわけ。一方で、僕のやるような研究は、理論的に考察して数学の中の新現象を示唆して、一方で数学の表は厳密的な証明で得られた新事実を提示して、それを僕がまた考える。そういうことになってるわけ。だから、どういうアナロジーかっていうと、理論物理と実験物理の関係っていうのは、僕のやるような研究と数学との関係に一緒なの。だから、理論物理やっていうのは適当な論理でいい加減のことを言う。対して実験物理っていう人と実験できますね。こう。実際、現実に触れることができる。現実の現実に触れることができる。一方で、僕のやるような研究は、すごい適当な論理で、もっといい加減なことを言うわけ。それを数学者は、実際に証明するということで、プラトン的な現実に触れることができるわけ。だから、数学者っていうのは僕にとっては実験学者だ。よろしいでしょう。だから僕は理論家で、数学者が実験家なんだということを分かっていただきたいなと、そういうふうに思ってる。でもそれはイタリア国史大石灰の人がやってたときに、証明を作るのが貴族であって、証明するのは奴隷がやることであるんだよ。その国だと貴族ですね、確かに。ああ、それはどうもありがとうございます。で、僕、庶民の家に生まれてきたのが、そうやってね、出世したみたいでよかったですけども。貴族っていうと、その血がね、血が影響みたいで僕に嫌な言葉ですが。それはともかく出て、こんな都合のいいことがほんまに起きるんかいなと思いましてね。時折は起きます。例えば、昔々あるところに行って1980年代のことなんですけども、数学者が何人かおりました。これです。家で子供にこんなことばっかり言って、どうしてもです。どんな話も来ない。皆さん、クインティックカラビアウという6次元空間の中の2次元球面の数を数えておりました。大きさが1の球面は2875個ありました。これを最初に数えた人はハリスさんで1979年です。大きさが2の球面は
なんかこれ、60万9250個あったそうです。これは勝れたの、キャッツさんで、これ86年でした。大変な計算でした。なんで数えたくなったんでしょうね。僕は知りません。その頃、不思議な巡り合わせで原理論が生まれました。それは、この世は9たす1次元だと申します。空間9次元で時間1次元。でも我々には、空間3次元と時間1次元しか見えません。ですから、残りの9-3は6次元をどうにかしないといけません。これにカルビアン空間を使おう。そう思った物理屋がおりました。すると、その中の球面の数が物理的にも重要に思えてまいりました。ちなみに、クインティクカルビアン空間のいろんな2次元大面を表示すると、こんな感じです。超弦理論に関する本や動画には、しばしば出てくるので、皆さんも見たことあるかもしれません。で、これはこのハンソンさんという人が94年に描いた絵なんですけど、その後、20年経つにもかかわらず、誰も新たな図示の方法を考えない原理論屋というのはズボラなやつらでございます。いつでもこれ使っていますね。さて、そういうわけで原理論屋のこういう人たちは、1990年初頭に、厳密ではないけれど、とっても簡単に、クインティック・カラビアウの中の球面の数を数える方法を編み出しました。思い出していただきますと、サイズが1だったら2875個で、サイズが2だったら609,250個ということでした。いいですか？で、原理論屋の方法は、微分方程式を書き下して、解をテイラー展開で求めると、その展開係数が球面の数であるということです。こういう計算は、物理屋は得意です。物理屋には、N3、サイズの3の球面の数は、これなんだ、3億1720万6375個ということでした。そうなると、数学者も計算せねばなりません。ヘリングスルートとシュトラムは頑張りました。すると、1990年の夏になって、こういう答えになりました。26億ふんちゃらふんちゃらという答えになりました。でも物理屋はこういうわけです。答えは異なります。これこれ。そこで91年5月には、数学者と物理屋、お互いの計算方法、学ぶ研究会が開かれました。うんとこしょ、うんこしょ。答え、それでも合いません。91年7月になって、この2人はようやく計算の途中に間違いを見つけました。そうするとめでたく、物理でも数学でも同じく、3億1720万6375となりました。めでたしめでたし、その後は物理屋と数学者は末永く幸せに暮らしましたとさ。これがミラー対称性という分野の始まりです。というのが、このモリソンさんに教えてもらった、関係者にインタビューして、歴史をリコンストラクトしたのがありますので、これ非常にいいので、まあ、興味のある方は見てくださればと思いますが、という話なんですね。このような感じの数学と物理の交流は他にも幾例もありまして、まあ、僕も幸い、それに関わったことがありましたので、その話をしてみたいと思います。で、今日どれ取り上げようかなと思ったんですけど、このマチュームーンシャインっていう話です。で、残りの時間で、このマチュームーンシャインについて、ある程度詳細までご説明したいと思いますが、長い長い話になります。というのは、これを説明するには、バミラー子論とは何か、原理論って何か、フェイスリー空間とは何か、マチュームーンとは何か、そして、ムーンシャイン現象とは何か、全部説明しないといけません。頑張ってみましょう。じゃあですね、バミラー子論って何でしょう。まあ、関西人なのでバーじゃなくてバーって言うんですけど、バーの量子論っていうのは、バーの量子的振る舞いを記述するものです。じゃあ、バーって何かっていうと、バーっていうのはですね、時間と空間に広がっているものなら何でもバーです。だから電磁場はバーです。電磁場って光の。だからこうやってこのスライドが皆さんに見えてるのも、電磁場のおかげですし、まあ、あなたの、皆さんの脳の中で自意識があるのも、神経の中で電気が流れてて、まあ、でも、全部バーですね。電子も、
冷凍的に扱う電子のバーです。まあ、何でもバーですね。で、最初の成功例は、量子電磁力学というものです。で、これは、量子化された電磁場、すなわち光が、電子などとの粒子と、どう相互作用するかを記述するもので、1950年頃に、計算方法が確立しました。で、それからも地道な発展がずっとあります。で、量子電磁力学では、理論結果と、じゃあ理論計算と、実験結果が非常によく合います。電子の異常磁気モーメントっていう量では、実験も理論も10桁ぐらいバッチリ計算できて、バッチリ合うんですね。両側ものすごい大変な作業です。実験もものすごい精度を必要としますし、理論ケースもものすごいたくさんの項を補正項を足し合わせてこれが出て、バッチリ合うんですね。というわけで、場の量子論っていうのは深く研究されてて、その予言は高精度で計算できて、で、その結果は高精度で実験と合います。でも、満足できる定式化、数学的定式化が捨てられてないという意味で、全然未完成です。で、これはですね、量子力学や一般相対論とはかなり状況が違いまして、量子力学とか一般相対論は数学的にフォーミュレートするのは、まあ、特に問題はないわけです。ただし、場の量子論っていうのは、全然ですね、まあ、まだそれは確立してない。でもさっきですね、僕、理論計算が実験結果と合うって言いましたね。数学的定式が全然できてないのに、じゃあなぜそれが合うんだという話なんですけども、まあ、例えて言えばこういうことなんですね、今の状況は。古代エジプト人は、幾何学を数学的に定式化をしてなかったけれども、ピラミッドはできたわけ。今でも立ってますね。同様に、現代の物理屋って言ったらよくないですけど、場の量子論屋も、全然数学的にちゃんと定式化はできてないけれども、そのピラミッドならば立てる方法に相当する、場の量子論内で計算する方法というのは、ちゃんと分かってるわけです。だからそれを計算する方法があって、計算すると、実験結果とはバッチリ合うわけ。でもそういうですね、数学的には未熟な状況であるからこそ、そこから、まあ、新しい数学が取り出せるのかなと思って、まあ、やっておりなんか案外早いペースで進んでますね。いっぱい書いたから。昨日の夜すごい削ってたんですけど、削りすぎたかもしれない。小さい。原理論について、いきましょう。もう場の量子終わっちゃいました。この調子で。じゃあですね、次にですね、原理論って何かって言いますと、相対論的に動いている弦を量子化する話でして、でですね、これ昔の人頑張って調べたんですけど、不次元で時間が1次元の時だけ矛盾があります。それで、自動的にですね、量子化された重力を含むということになっています。で、この量子化された重力を含むっていうのはなぜここで特に挙げたかっていうと、その重力と量子力学を同時に扱うっていうのは、理論物理の大問題の一つでして、まあ、まだ満足に解決されたとは言えないんですね。で、そんな中で原理論は有望な解決策の一つです。で、その量子、普通ですね、9たす1次元の時だけ OK だよとかいうような物理理論を言い始めたら、みんなですね、やめると思うんですね。だってこの世3次元です。端っこ見ていただいたらですね、縦横、高さのですね、3本線が交わっているのがね、誰見ても分かりますよね。だから、あそこに9本交わってたらですね、まあ、原理論続き考えてもいいかなと思うけど、3本しか交わってないわけなんですが、それでも原理論をやる人がいたっていうのは、ちょっと大きな理由は、他の次元でもいいから量子化された重力を含むのはあるかっていうと、まあ、満足な理論がないんですね。例えば3たす1次元だけで、この3たす1次元ですけど、それで量子化された重力が扱える理論があるかっていうと、まあ、あんまりいいのがないわけなので、だから9たす1次元っていう非常に大きな問題があるけど、まあ、量子重力できるんだったらええやんっていうことで、まあ、原理論を研究する人は、まあ、一定数ずっといたわけです。というわけで、熱狂的に原理論を信じている人もいますし、熱狂的にアンチ原理論の人もおります。で、原理論がこの中を記述したのかですね、私もこういった質問になりますと、学部生の人と時々質問しに来てですね、聞かれるんですけど、僕は
知りませんね。僕にとって大事なのは、原理論がプラトン的な意味で無矛盾かっていうことで、長らく研究の結果、どうも矛盾、無矛盾らしいという気がしています。で、これも数学的に定式ができてないのに、無矛盾ってどういうねんという方ですが、まあだからここは主観的ファントムとしか言いようがないですけども、どうも無矛盾らしい気がする。で、そこからいろいろ新しい数学が生まれてくるのかな、まあそういうふうに思ってるわけです。まあ、こんな話をね、学生さんにすると、立川さんって原理論信じてないんですかって言われて。そういう時に、だから僕は、いや、仏教学者だって本当にそう信じてるわけじゃないですよって言うんですけど。まあ、だから別に、でも、面白いことはできるんじゃないかというわけですね。で、例えばさっき言ったようなカラビアウ空間を動いている弦を調べたいとしましょう。絵が下手ですいません。カラビアウの絵の中に、弦が動いているのを上に書いてみましたが、で、これどうやって調べるかっていうと、弦の世界面、弦がこう一次元的なものこう動いてますから、時間と空間を合わせて二次元。ですので、これ世界面っていうふうに言うのは、業界での標準でして、その上自体に場の量子論が住んでいると思って、1たす1次元の場の量子論を使って調べる。そういうことをします。で、そういうことをやってる中から、マチュー・ムーンシャインっていうのが出てきたんですけど、マチュー・ムーンシャインっていうのは、その K3 空間っていう、さっきカラビアウって出てきたんですけど、そうじゃなくて K3 空間っていうのを動いている弦に関する話です。で、K3 空間の定義を皆さんわかるようにするのは、まあ僕にはできませんで、まあ、一般相対論やってる物理屋にもわかる書き方してみたんですが、数学者には余計にわかんないと思いますけど、リーマン曲率がノンゼロで、それでその、セルフやこういう条件というのを課した、4次元方向全部ユークリッドのやつで、閉じてるやつ。そういう一連のクラスの4次元多様体がありまして、それがなぜか K3。なんで3やねんとか思います。何が K なんやですが。で、まあ、リーマン幾何を知らなくても結構で、特定の意味で半分平らだと思ってください。だから、まあ、曲率のコンポーネントを、なんか、きれいに半分に分けることができる半分体。ちなみに K3 っていうのはで、K2 に触れいや、これ説明するので、先にネタを言わないです。もちろんそれは僕がこれから次のページで言います。特に宇宙光がゼロのアインシュタイン方程式の解。K3 というのは、これは数学者のアンドレ・ベイユが、3人の数学者の K ら、クンマ、オダイラを記念しては、この3人がいろいろその調べた空間。3人して3人の K っていう、あとヒマラヤの K2 さんに匹敵するぐらい美しいということで、名前がついたらしい。それは K3 空間。で、なんか早く終わりそうな気がしてるけど。さて、マチュー・ムーンシャインの話は、1989年の江口洋グリの仕事に遡ります。僕生まれたのは79年なんで、僕10歳だったから、だけど、まあ、その時は共同研究してなかった。で、ちなみにこの大栗さんは僕が、だから、井口さんが最近亡くなってしまいましたが、大栗さんが僕の、まあ、共同の師匠でございまして、兄弟子の大栗さんでして。で、当時ですね、大栗さんは指導教員の江口さんと一緒にですね、K3 空間の動く弦について、共同研究者のアンタオルミナスさんと調べておりました。で、大栗さんの博士論文の主要結果はこれです。なんか、数が出てきています。これは K3 空間動く弦の分配関数っていうものなんですけど、どういう意味があるんでしょう？この90とか462と。それをよりよく理解するために、ちょっと量子力学における対称性について考えたいと思います。で、まあ、ここには数学の方も物理の方もいらっしゃると思いますが、物理の方はこれ、皆さんやって覚えてると思うし、数学の方も学部の授業で1回ぐらい見せられたことあるんじゃないかと思いますが、水素原子のエネルギースペクトルを大ゼロ近似で計算すると、こんな感じになります。科学であったかもしれませんが、1S 軌道とか 2S 軌道とか、2P 軌道とか 3D 軌道とかあるわけですね。で、これから重要になってくるのは、例えば 2P 軌道だったら同じエネルギーのところに3つ状態が
で、3D とか 4D 企業だったら、企業じゃない、企業だったら、同じエネルギーのところに5つ状態ある。その分けて書いてあるのは本当は全部重なってるんですけど、重なったら何本か分からないってことなんです。こういうのは物理では縮従って、ディジェネレシーって言うんですけど、これは何ですかっていうことなんですね。で、この SPDF って何かっていうと、伝統的に S ってのはシャープだ。P はプレシオで、D はディフューズで、F はファンダメンタルっていう、スペクトルの業界の初期のですね、名前が残ってると。その次どうすんねんって言うんですけど、その後は F の後は GHI と呼ぶことに決まっているそうですが、それは略じゃないですけど、SPDFGHI。で、これらの縮従っていうのは対称性の表れです。で、対称性っていうのは、通常、群っていうものを使って表されます。それで、群の定義書く必要あるのかどうかよくわからなかったので、書いたんですけど、まあ、群っていうのは、だから対称性操作の集まりで、1っていうのは何もしないっていうのが1っていうことでして、何もしない操作っていうのを含んでいて、G っていう操作と H っていう操作があって、H してから G するっていう、合わせる連続してするっていう操作がありましたので、それのことが GH、それもありますよっていう公理と、あと G っていう操作があって、こういう操作があるから、こう戻る、元に戻るっていう操作もあるっていうのが G に対して G インバースがあるんですね。で、そうすると、いろんな公理で、だから例えば、K やってから H やるっていうのを先に考えてから G するっていうのは、K やってから GH をまとめてやるっていうのと一緒だよとかいう公理とか、あとですね、G インバースしてから G するのが1だし、あと、あれ ?G して、G インバースしても1だし、そういうことも、まあ、公理に入るんですね。で、その最近僕とか友達とかがやってるのは、二つ目の条件を緩めた非化学対称性とかもあるんで、それは最近うちの業界で流行ってますが、まあそれはいつかまたの機会にするとして。で、さっきの水素原子の場合に、重要になっている、対称性は SO3 っていう3次元の回転操作。で、量子力学においては、対称性の群は、行列として量子状態に作用します。だから、対称性ソース G を取ってきたときに、それを具体的な、なんか N かける行列に表現する。して、行列のサイズを次元、サイズって言ったときに、その辺の数数えるんじゃなくて、その何行、何列かっていうので、言うので、これだったら3次元です。で、原子のスペクトラムの伝統的な名前の SPDF は、3次元回転群の SOA3 の1次元、3次元、5次元、7次元の規約表現に対応しています。また、歴史的理由で、物理屋は、SO3 の D 次元規約表現は、その D を 2J 足す1と書いた場合の J を用いて、スピン J ということがありまして、だから業界によって同じことを違う名前つけるので、非常に困るんですけど、まとめると、化学で、化学でやる 1S2、2P、3D、4F とかいうのの SPDF っていうのは、シャープとかプリンシパルとかディフューズとかファンダメンタルとかいう歴史的な名前なんですけど、それは物理屋の言うスピン J が0、1、2、3ということだし、数学者に言わせると SO3 の規約表現の次元が1次元、3次元、5次元、7次元だよというわけでして、それが水素原子のスペクトルに出てきていると、そういうわけでした。で、物理とか化学では、回転群のような連続群だけでなく、有限群もある。だから、調査は有限項です。例えば、正二重面体を保つような回転っていうのは、包帯群 A5 というものになりまして、60個弦出る。A5、例えば A5 だったら、規約表現は全部知られていまして、1次元のもの、3次元のもの、3次元のもの、4次元のもの、5次元のもの。で、3がなんで2回あるかっていうと、サイズは同じなんだけど、まあ、ある意味本質的に異なる表現があるということが知られている。この名前ついてるんですよね。その数学者に名前ついてるというとびっくりするかもしれませんけど、その化学では具体的にそういう群の表現を、名前つけてまして、これが標準になってるらしいですね。で、こういう対称性を持つ物質の性質を調べている物理屋や化学者もたくさんいるようです。例えば、フラーレン。
まあ、聞いたことあるかもしれませんが、単超原子が60個つながったような、サッカーボール状になった分子ですけど、これはさっきの正二重面体群の対称性を持ってまして、これのスペクトラムを実験的に測った論文も適当に探すと出てきまして、そうすると見たら、その各状態に、さっきの t とか g とか t2 とか名前がついてるわけですね。で、後ろに g とか u って書いてあるのはゲラード、ウンゲラードって言って、化学の方でその反転操作でどう変換するかということを言ってまして、そのさっきから SO3 の回転しか言ってませんでしたけど、その O3 で本当は対象なので、それの変換性も含めて書いてる。まあ、そういう。というわけで、物理屋とか化学者は、こうやって個別のいろんな群の対称性も例を調べて喜んでいるわけですが、数学者のアプローチもちょっと違います。そもそも、どんな対称性とかあるのか、どんな群があるのか、それをまず全部調べてしまおうという、大それた会を起こすわけですね。で、説明は、群論の基礎でまだまだとよくわかんないんですけれども、まあ、自然数が、素数の掛け合わせでできているというのは皆さん聞いたことあるでしょう。同様に、勝手な有限群は、有限単純群っていうのを積み重ねてできています。そこで数学者は考えました。有限単純群を完全に分類しよう。そういう無茶なことを考えた人たちがいまして、で、それは実は、前世紀、20世紀に完成してます。で、その結果、大まかに3つ、3種類。三つのタイプに有限単純群が分類できます。交対群っていう、さっき出てきたやつが一番下のやつ、A5 っていうやつで、それは無限にたくさんある。次に B 型の単純群っていうのは連続群を有限対称で考えたものでして、まあ、それも無限にたくさん。そうなんだけど、26個、すごい変なものがあるっていうのが彼らは分かったんですね。それなら、19世紀後半に見つかった麻中群っていうのが5つ。その後、ずっと100年ぐらい、新しいのは見つかってなかったんですけども、クロアチアだったかな、ヤンコスっていう人が、1965年にヤンコ1っていうのを発見して、それで、あれ、変なやついっぱいあるやんとか言って、有限群論屋が見つかって、10年間の間にバババババッと見つかって、全26個まで増えて、それで打ち止まりです。ちなみに最後の一番でっかいのはこのモンスター群で、一番最後に作られたのがヤンコさん。最初に、だから麻中群の後、最初に見つけたのがヤンコさんで、一番最後の見つけたのもヤンコさんという、すごい有限群論の人らしいんですけど、それがヤンコ4っていうやつ。どうしまいです。で、その変なやつってものすごい変。ここに、これ、IPM 上の図書館から書いてて、このヤンコ4っていう、J4 っていう有限群は、そもそもその構造は、記述するためだけに一冊の本があります。これ、だから、群論の教科書じゃないんです。特定の有限群がどういうものであるかっていうのを定義して、存在を示して、それが一種類しかないというだけに、こんだけ言う。数学者ってすごいなと思うわけですけど、すごいですね。てか、これより短い本のタイトルあるとか言うんですね、JS が。思うわけですけど。あ、でも背表紙はね、スペルしてあって、ジアンコ4って書いてある。まあ、それだと思う。で、どんどん話脱線しますけど、有限単純群の分類っていうのは数学の歴史の中でも一番長いと評判で、1970年代の終わりから1980年の初めに証明がおおむね完成したと発表されて、その時点で合計5000ページに及ぶ論文よりプレプリントが出版されていました。で、ものすごい乱雑なんですね。それも最初は、証明完成すると思ってませんから、闇雲にやってた。それが徐々に道筋見つかってきて、最終目標に向かって、論文がありますから、そんなもんですね、それやってきた人じゃないと、証明は完成することがわかんないんですね。そのために、証明を後世に伝えられるための書き直す計画が始まって、何十年もやってます、その人たち。でも、完成してません。数年前にも最新刊が出版されてます。で、書き直したのです、ものです、すでに3500ページぐらいあって、その書き切りとやっぱり結局5000ページぐらいになるという話。それを頑張ってやっていらっしゃるですね、有限群論の大御所の皆さんがどんどんなくなっているので、まあかなりやばい状況なんですけど、まあでも、若い人も参入してこの本はどんどん
進んでいます。で、これらの有限群のデータをまとめた有名な本に、トロスっていうのがありまして、ここに持ってきたんですが、よし、これバカでかい本でして、こういうやつ。でかい。これは私が自分で買うのが嫌だったので、IPMA に赴任したときに最初にここの図書館で買ってもらったんです。で、まあ、ズームの方にもいるからこっちにもある。で、これから出てくる町有分に関するデータが、こんな風に町有分の作り方に書いてる。それのですね、まあ、指標表っていうのがわかる人もいるからわかる。指標表がこんな風に書いてある。だから、まあ、有限群に関する仕事をする人には、これは話せないものなんですけど、手放せないものですね。さて、とはいえ、これってバルキーで使いにくいんですね。こんなもんどうすんのって話なんですが、岩波数学辞典も案外便利です、これね。で、巻末に著名な有限群のデータはいくつか載ってます。全部は載ってないんですけどね。で、これから出てくる最大町有群のデータもここに。まあ、ちょっと載ってる。まあ、いずれかとスライドに出てきますよ。一番いい点は、これ、英断だと思いますが、CD-ROM というのは、これかなり古い本ですよ。かなり初期に、また CD-ROM というのが出て始めた頃に、CD-ROM に内容を全部載せてしまおうという英断を下した編集者の方がいらっしゃいまして、ここに入ってるわけ。そうすると、出張先でもデータが参照できるという非常にありがたいもの。後で聞いていきますので、覚えておいてください。で、マッチングには5種類あります。M11、M12、M22、M23、M24 で、星雲ではありません。で、フランスの数学者のマチューによって1860年代から1873年の間に発見されました。で、これもかなり変な群なんですけど、当初の発見の仕方は非常に不思議、ややこしい発見の仕方で、存在するのか存在しないのか、数学者の間で論争が続いたとかいう原因もあります。まあ19世紀の話です。最大の M24 っていうのは、ほぎゃほぎゃほぎゃこの弦を持って、拡大バイナリ5類コードっていうコードの対称性です。コードって何でしょう？ですね、コンピュータでは0、1のビット並びを使いますね。0、1、0、1、1、0、0、1とあります。で、これをですね、遠距離通信するのは大変ですね。その雑音っていうのがありますから、0っていう情報を送ったつもりでも、途中で1になっちゃうかもしれませんね。また、あとですね、多少、1が作っても途中で0になるかもしれませんね。そうすると、多少雑音があって、あ、失礼。だから、情報が受ける。失われないようにしないといけません。その代わり、一番単純には、0っていう代わりに、0を10回でですね、0000000000って言うと。1の代わりに、11111111って言いますね。そうすると、そのメッセージがですね、遠くまで運ばれて、11110111って言っても、まあ、0一回しか入ってないから、これは向こう1って言ったんだなってわかりますね。これはコードっていうこと。ただ、今言ったみたいに、普通に繰り返すと非常に無駄が多いですので、それをうまくやろうっていうのが理論がありました。それはコードです。で、拡大バイナリ5類コードっていうのは、5類さんが1949年に導入したコードで、12ビットの情報を24ビットに埋め込むっていうやつで、情報理論をシャノンが提唱した1948年のたった1年後に5類さんが見出したもので、これが論文の全文です。で、ここに、12個の埋め込み方が、1010が書いてあるんですけど、ここでは町有群との関係は書いてないんですが、1967年になって、拡大バイナリ5類コードの対称性がちょうど最大町有群であるってことに、リーチっていう班は、リーチラティスとかで知られてる数学者ですが、が見つかったと。で、なんとですね、拡大バイナリ5類コードっていうのは情報理論から出てきただけあって、地図社会で使われています。一番有名なのは、その人類が初めて太陽系の外惑星に人工衛星を送った NASA のボイジャー計画というのがありまして、初めて人工衛星が木星から行った際のデータの転送の一部には、この5類コードが使われたんですね。で、最初に行ったのがそのボイジャー1号かな？が79年3月に木星まで行った時に、こうやってデータを送ってきたわけ。木星から。
そうすると、木星から地球まで0、1のデータを送らないといけないわけでしょ。だから、0って言っただけのデータが地球まで飛んでくると、宇宙空間飛んでくるわけですから、もし混じるわけです。だから、それを保証できるように、コードで送らないといけないんですね。これに関しては、このデータ、今お見せした画像に、奴隷コードが使われたかどうかということについては、ネット上の記述は錯綜しているとよくわかりません。Wikipedia には使われたと書いてあるんですが、ドキュメントを頑張ってほじくり出して読むと、当時のがスキャンされて公開されてるというのも NASA すごいところだと思うんですけれども、画像は多少エラーが混じっても、見た目綺麗だったらいいという理由で、奴隷は使われなかったって、この NASA のドキュメントに書いてます。ただ、その木星の気温とか、そういう数値は1ビットでも間違ったら、全然意味を失って非常に困るので、非常に精度の高い誤例コードを使ったというふうにここには書いてある。まだ Wikipedia 書き直してないんですけど、書き直さないといけない。まあ、というわけで、最大マチューブ M24 っていうのは、拡大バイナリ誤例コードの対称性。なんか、ちょっと急にマチューブ24に、愛着が湧いてきたらそうなんですけど、で、話どこまでいいかって話ですが、マチュームーンシャインの話をする前に、モンストラスムーンシャインの話をしないといけない。それが元なんで。で、急に数学ですが、まあずっと数学ですけど、複素解析ってまあ、物理やってる人でも、学部2年生ぐらいでちょっとやるんですけど、その中でですね、素性のいい複素関数で、モジュラー J 関数というのは知らあります。で、それは、急展開するとこういう展開をします。196884ってのが、とか、214970760とか出てくるんですけど、それに19世紀から知られている古典的な素関数です。1978年にマッカイは次々に気がつきました。マッカイさんはこういうのに気がつく偉い人ですね。当時見つかりそうだった新散在型有限群のモンスターっていうのは、限度数がものすごい大きいやつなんです。さっき言った一番でかい散在型単純群ですけど、その一番小さい非自由な規約表現のサイズは196883なんですね。そこと1だけ違うでしょ？だからなんか関係ある気がする。その次の214937760っていうのは実は、1足すモンスターの一番小さな表現の次元足すモンスターの2番目に小さい表現の次元になってる。で、これを指摘したのはトンプソンさんで、トンプソンさんは4桁目から5桁目ぐらいまでチェックした。で、短い論文が出てます。で、なんか関係あるんじゃないってことになるわけですね。J 関数の方は複素関数と、まあ、特に波形関数論っていう、数学の中でも由緒ある分野で、モンスター群も有限群っていう、これまた数学の中で由緒ある話なんですけど、それぞれ数学の中では全然それまで無関係にやってきた話なんですが、そいつらが関係あるっぽいということになって、で、一つ見つかってみると、いろんな人がこんな関係もある、あんな関係もあって、どんどん関係があったんです。で、これはあまりに突拍子もなかったので、モンストラスムーンシャインというふうに呼ばれました。モンストラスっていうのが、モンスター群に関係してくるからっていうのもあるんですよ。とんでもない。で、ムーンシャインっていうのも、その初めて我々、非英語、和紙のですね、聞くと、月影、月の光って言って、綺麗なものに気がするんですけど、英語では、アメリカではムーンシャインっていうと、禁酒法の時代の、密造酒のことだったり、その月影で密造酒を作ったので、蒸留して作ったので、というところから、まあ、馬鹿げたことという意味にもなっているそうですので、だからモンストラスムーンシャインというのは、まあ、綺麗な現象でもあるけれども、しかしとっても馬鹿げたことだっていうふうに今、業界の人が言い始めた。で、今でもそれはモンストラスムーンシャインと言われています。で、90年代初頭には、まあ、フレンケ・スクレポスキ・モーマンとかボーチャーズによって解決してます。で、全然詳細まで踏み込みませんが、焦点作用素代数という数学の理論が深く使われて、で、物理との関係もあって、特別な24次元の通る動く原理論のスペクトルが J 関数であるっていうのに関係してて、で、そのまあ24次元トーラスの対称性がまあなんかモンスターになってる。そういうことになる、ね。さて、ようやく話は戻ってきました。さっきのスライドのほぼ同じなんですけど、私の古市の小栗さんは、博士論文で K3 の動く原理論のスペクトルを計算しました。で、これ90、460、2540っていうのは、第一励起状態は、
90だけ縮従があって、第2霊気状態は462だけ縮従があって、第3霊気状態は1540だけ縮従がある。まあ、そういうふうなのの生成母関数になっていると、まあ、そう思ってください。はい、で、その頃、1980、これ、9年ですか ?88 年に、出版された向井先生の論文で、K3 局面と町遊群の関係っていうのがあったんですね。で、K3 局面っていうの、空間っていうのはさっき言った4次元空間ですけど、それって、半分倍だけ曲がっているような4次元の個人の空間ですよ。特に綺麗な形にすると、さっきの正二重面体が正二重面体群のに作用によって対象なように、K3 サーフェス、K3 空間も対象な形を取ることがある。で、向井先生は対象な形の K3 空間の持つ対象性っていうのを分類しました。その結果、何が分かったかっていうと、勝手な K3 空間の対象性は必ず最大マチュー群の特定の部分群。一番でかいマチュー群自体はダメなんですけども、それのかなり小さい部分群でこれ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 こういう条件を満たすものであるっていうふうに証明をしたんですね。で、江口さんは向井さんと知り合いだったようで、その頃の江口さんは、ストリングっていうのは不思議なものだから、その数学のにおける K3 が、マチュー群の真部分群、小さい真部分群しか出てこなくても、原理論はによって K3 を扱うと、最大マチュー群そのものが見えているに違いないと思ったそうです。89年ですが。それで時間は流れて、私が中高と出て大学に入って、なぜかその江口さんの学生になって、で学生の時も時折ですね、江口さんはですね、おい、確か、この論文読んでみろとかですね。ここに向井さんに習字合意してもらった時のノートがあるから読みなさい。ですね、これ渡して、これ絶対町軍と関係あるとか言って、いろいろ考えたんですけど、全然わかりませんでした。1年下の鈴木亮君って今中国で、ファカルティやってますが、彼と2人で特定の K3 取ってきて、対象性調べたりして、まあ、これ再現するとできますけど、全然どこに町ごと関係あるか分かんないですね。そして20年の時は流れ。まあ、これ20年とは1989年ですけど、時は2009年、アステン。これアステンっていう研究所で、チキンで町に行く研究所なんですけど、コロラド州にあるスキー場ですね。だからこれ、スキー場。で、夏に、夏と冬に研究とかもしたけど、夏の間スキー場って、まあ昔は人少なくね、今や夏の間も避暑地になってすごい高いんですけど、昔は夏の間は閑古鳥が鳴いていたので、そこに物理学者が集まって研究しようってことで、これ本当に研究の建物です。これ。で、こんな、ここに何もないところに研究所文化って、それは嘘でして、山の斜面のこの森の向こう側に大きな町が大きくないですけど、あってそこで暮らしてるわけですけど、まあ、ここでですね、もう14年前なんですね、まあ、時は流れますね。で、出口さんと小栗さんと僕が3人研究会にいたんで、もう一度考えることにしました。誰が言い始めたのかよく分かりませんが、確かですね、その時は3人いたのでしばらく話してたんですけど、ある日、江口さんのオフィスで、僕と二人なんですよね。で、先生、岩波数学辞典の後ろに M24 の表が、表現の次元の表があるから見てみましょうよって。で、大栗さんいなかったと思うんですけど、もうこれでも発表終わりだけど、これ90っていうのはここの45の2倍なんですね。いいですか?次に、ここ462ってここに 11×21 って231で、これの2倍なんです。次に、770の2倍って1540ですね。で、これ 23×99 っていうのをかけると、2277なんですけど、これも2倍になってて、全部これ、マチューブの表現の倍になってるんですね。汎用があるっていうので、僕はすごいびっくりしてですね。その最初の2つを見つけた段階で、
大栗さん呼びに行ったんだと思いますけど、1年間考えても、それ以上のことは何も分かりませんでしたので、今の観察だけを述べた論文を書きました。アーカイブに出すのは勝手ですけど、そのどういう論文雑誌に投稿すればいいか分からなかったので、頑張って私ですね、まあ、一番下っ端ですから、探しますと、なんとエクスペリメンタルマセマティクスというですね、矛盾した名前の雑誌がございまして、まさにエクスペリメンタルマセマティクスなんですけど、送りましたら、レフェリーレポートが返ってきまして、まあ、観察しか書いてないけど、こういうタイトルの雑誌だからええんとちゃうとかいう、そういう レフェリーレポートで、まあ、投稿したんですね。で、まあ、もうこれが出版されるまでに2点3点ありまして、その出版途中にアクセプトされてから、その雑誌社、この雑誌をそのテイラー・フランシスが買ったんですね。だから前の雑誌社から新しい雑誌社に行った際にごたごたになって、だからアクセプトされたんだけど、全然出版されないとかいう状況がずっと続いて、そして、公正競りが送られてくると、なんと著者が一人増えていくというすごい事件があって、それで、だから慌てて雑誌社にですね、この4人目の著者は誰だとか言って、僕返事したんですけど、何が起こったのか全くわかりませんが、まあ、いろんなことがあった懐かしい論文ですね。ていうか、この3人で論文書いたのは、このきりですけど、で、その後ですね、あれが2011年かな？論文で、数学者も興味を持ってくださって、一応、その理由はわかんないんだけど、確かにあれが全部、M24 のキャラクターになってるってこと自体は、無理やりですね、ギャノンさんっていうこういうの専門の方が証明してくださって。かなり無理やりで、その原因、よくわかんないんですけど、その、固形関数ですから、最初の数項を決めると、残りの全部決まっちゃいますので、最初の数項をチェックすればもう終わり。基本的にそういう方です。で、その後も、数学の論文もありまして、2000年に、違う、2020年に、まあ、トポロジカルマチュームムーンシャインとか、代数トポロジの分野にも出てるし、さっき言った、イワノフさんのね、っていうのは、こういうの専門ですから、その、ヤンコ4だけじゃなくて、マチュー軍の本とか、モンスター軍の本とかも書いてるんですけども、それのですね、一番最後に、マチュー・ムーンシャイン、ニューエポック・イン・ザ・ヒストリー・オブ・ザ・マチュー・グループ・スタティド・ウェン・エグチ・オーグリアン・タチカ・オブザーブ・ウンタラ・クンタラとか言って書いてくださったりしてますので、だから数学者も興味を持ってくださっているということでございまして、これでスライドおしまいですが、案外早かった。結局ですね、僕のやるような研究はどういうことかというのをまとめたスライドをもう一度ご覧に入れておしまいしますが、だから理論物理と実験物理の普通の関係は、理論物理がその理論を考えて、まあ、ちょっとあるんじゃないっていう。一方で、実験屋さんはそれをチェックしたり、また全然理論屋が言ったことないような現象を発見してきて、ちょっとこの理由考えてみたらどうとかいうわけですね。で、同様に僕のやるような研究は、なんかその適当な論理で、いい加減なことを考えて、数学にこんなことが起こってるよって指摘する。一方で数学者は、それをですね、実際に証明することによって、プラトン的現実に触れて、確証してくださっている。そういうことになっている。どうもご清聴ありがとうございました。はい。どうも、ありがとうございました。それでは、ちょうど、そうですね。時間もあるので、ぜひ、質問で、さっき話してたんですけども、まあ、講演の内容に関してもいいんですけども、まあ、例えば、数学と物理の違いとかですね、あるいは、こう、立川さん、個人的に質問したいと思います。ぜひ、講演の内容、直接関係しなくても構わないので、ぜひ、追加質問していただければと思います。いかがでしょうか？特に質問してない方とか、いかがですか？誰か口を来ていただけたら、どうぞ。そうですね。前に来ていただく、その場所、あ、それ、マイクも渡していただいた方が分かんない。そうか、次の方がポイントも。はい、じゃあ、これでどうぞ。大丈夫です。私はね。完全に、個人的な興味なんですけど、さっき出てきたエリー・ギャナンさんと、菅先生が、先月の、菅先生の副祭の研究所から君の発表を、ちょっと私が、
台湾なんですが、はい、今出席できなくてやったんですけれど、はい、ラストさんと関係ありますか？ですね、これは作用素管とは全く関係ないと思います。はい、今のところ。というか、そのギャノンさんと初めてお会いしたの、僕、直接顔を合わせたのが、その先月末の川東さんの60歳記念研究会でして、だから、ね、かなり違う分野の方なんです。だから、当時は全く、ギャノンさんはモンストラスムーンシャインとかやってらっしゃって、ええー。じゃあ、調整方法のことで知らない。ええ、私がちょっと本当わかんないですけど、ヤホーの話っていうことですか？ですね、そうですね、ヤノンさんはずっと90年代からへんてこな対称性を持つ頂点作用素代数っていうのを探してらっしゃる人で、それでマチュー・ムーンシャインもは頂点作用素代数、そう直接は関係ないんですけど、いかにも頂点作用素代数で、マチュー対称性があるようなものが存在するっていうことを示唆しているように思うので、ギャノンさんはそれを作ろうと思って考えたんだと思います。ただあれはそのベクトル空間がマチュー群の表現空間として自然なものが作れるというのは彼示したんですけど、その頂点作用素の代数構造を入れてないんですね。だからベクトル空間としてあるだけですので、まあ、あんま大したことはないというか、だからあんま説明になってないです。だからフルの輸送を証明することにはなってないんですけど、でも一歩一歩進んでいるかなとかいう感じでして、その後の10年ぐらいもありますけども、ムーストラスムーンシャインは今、ほぼ満足する証明がありますけど、こっちはまだあんまり分かってません。かなり進展はありますよ。で、たまたまギャノンさんも僕も川東さんに呼んでもらったんですけど、別にこれに関連して、この数学に関連して呼ばれたわけではなくて、ギャノンさんと川東さんが付き合いあって、僕と川東さんも付き合いあるという、そういう理由で呼んでもらっているので、マチュー・ムーンシャインとは全然直接関係なかったです。あえて僕も光栄でした。ありがとうございます。はい。そういう意味では、結果の量を検査することによって初めて、関係が見えてくるって。あ、まあ、そうそう、そうです。そうそうです。はい。僕に質問はどういうことをやってます。説得時間あるんですね。あ、すいません。どうぞ。本質問なんですけど。どうぞ。で、数学やっていて、はい。数学者になられないのかなと思って。それはすごく面白そうだし、数学やるなら、今やってると言えると思うんですけど。いやいや、そんなこと言ったら、数学者怒るんじゃないですか。僕、証明書かないですからね。なんで証明は書かないんですか？だって僕証明できないんですもん。僕、事実であればいいので、証明があるかどうかはそんな興味はないんですよ。がなくても、そんな感じっぽいっていうことがあればいいっていうことはどうしてそれはやっぱりですね、数学者と物理屋の考え方の違いで、ここに出てますけど、正しいというが言葉の定義が違うんです。数学者は証明して初めて正しいと思うんだけど、その、僕らは正しいものは正しいっていう というの、という考え方だというのに僕大学2年生ぐらいの時に気がついたので、数学科にはいかなかったんですね。で、特に、で、もうちょっと真面目な話をさせていただきますと、どうも質問ありがとう。場の量子論っていうのは、さっきも言いましたように、数学的定式化が全然できてないんですね。で、だから、現在の数学における、純粋数学における証明の厳密さのクライテリアってありますけれども、その厳密さでできている場の量子論の結果というのは、私が、物理学科にしようか、数学科にしようかと選択していた、迫られていた20年前は、全然進んでおりませんで、1950年代の場の量子論、物理屋がやっていた場の量子論ですら、全く数学的に扱えてない状況だったので、僕は場の量子論の数理に興味はあったんですけれども、自分が興味のあるような場の量子論の数理をやろうとすると、厳密さを犠牲にせざるを得なかったんですね。ですから、
それからもちろん20年はありまして、経ちましたので、純粋数学の方で、場の量子論の数学的にちゃんとやっていくということを頑張ってやってくださっている人もいまして、例えば、川東先生たちは、アルジェバイク QFT という方法で、二次元場の量子論について、物理屋が、40年ぐらい前にやってたことについて、10年ぐらい前にようやくちゃんと数学にしたとか、そういうわけなんですけど、だから僕にとって面白そうな場の量子論の数理を厳密にはできないなと思う。で、そこで、人生の選択だと、自分の趣味もありますけど、別に僕は厳密じゃなくてもいいから面白いことしたいなと思ってこっちに来たと。そういうことです。はい。だから僕が100年後に生まれていたら、普通に場の量子論の数理を研究する数学者になってたとは思います。すごい面白い。それに紹介されてるんですけれども、どうぞ。藤川さんは、世界を探求するものなんて、面白いことに進めてできたのすごく嬉しいと思うんですけれども、あんまりそういうことには方向性がいけないような気がするんですけれども、そこはいかがなんでしょう。僕、それもですね、僕何度も聞かれるんですけど、僕、現実に興味ないんですよ。なんで逆に聞きたいんですが、なんで厳密に興味あるんですか。まあ、でも現実的に興味があった方がそういろいろ情報が多いっていうのね。やっぱり特に時間がこうなんかもめにくい。あそういう意味で頭の人も自分で考えてもしたのかもしれないんですけど、人間は普通の人間ってのはそうそう分かんないので、実験してあすぐに出たら、そのことになったら当然だろうと思うんですけど、そういうなんか実験のすごいものが見えるっていうのは、国あるときはすごく魅力的になるんです。いや、でも、その、山崎君の言う話は、ここからすると何も矛盾してなくて、僕は数学者さんがいろいろやってくださっているのを見て、いろいろ考えているので、僕も数学者さんが頑張って、実際に数学的事実をちゃんと確定してくれているんでなければ、こんなことできないと思いますので、だから、全くおっしゃる通りだと。まあ、確かに、だから、何にそれを求める。だから、こういうことです。僕、自然とか、だから、僕、小さい頃からね、その世界を旅して漢文を広めるとかいうのに、僕、ものすごい嫌悪感を抱いていて、だって世界を旅して漢文を広めても、この時間の宇宙の中の地球上の一瞬のことしかわからないんですよ。それよりも、その現実に縛られない数学をですね、図書館に入って教科書を読みながら座って考えた方が、無限に広い可能性があるじゃないですか。だから僕、現実についてか、だから僕、素粒子論もそんなに好きじゃなくて、物性の方が好きなんですよ。場の理論の対象として。なんでかっていうと、素粒子論って、この世が記述している場の量子論は何かっていうのを追い求めるんだけど、それってこの世を記述しているっていう理由で、最終的には1個の場の量子論を追い求めるんでしょう。それってつまらないと思うんですよ。だって1個しかないんですから。一方で、物性系の低エネルギー極限とかだったらいろんな物性系があるから、それぞれの記述する場の量子論があるので、もっといっぱいやることができるんじゃないかなとか思っていて、まあそんな感じ。なるほど。確かに、数学で違うことがありますよね。もう数学の優性とか、厳密にしならない優性というのがある。で、我々の雑談が過ぎたので、すいません。多分、二人は黙って、もう一回。そうですね。時間が来てるんですけど、そろそろなんかもうちょっと、なんかもう一つぐらいになってる、質問がとか、ぜひ出してください。あ、どうぞどうぞ。はい。ぜひ、これ、ありがとうどうも。なんか、すごい、普通の話でもないですけど、先生、これか、なんか、なんか絶対これをやりたいみたいな、スリムズにしてあったわけです。そうですね。私、その、話聞いてもらったら、僕、非常にランダムウォークしておりまして、取り立てて、生涯の目標っていうのはないんで、特に村山さんはだからダークマターかって言ってましたけど、僕何か分かりたいかなとか思うと、今日はって言ってるわけじゃないんですよね。だから、どうなんでしょうね。正直言ってこれを解決したいとかいうことも特にないので、どうせ何か分かっても我々の存在すぐ100年もすれば消滅してしまうので、あんまりその日その日をですね、楽しく生きるのが
重要かなと思ってます。はい。質問を変えると、研究テーマを選ぶ基準っていうのはどんな感じ？まあ、その時その時面白いかどうかですね。構成というか、これかとかじゃなくて、面白いっていう。そうですね。だから僕、研究計画書とか書くのすごい嫌で、僕、研究って恋とか愛なみたいなものだと思っていて、その言葉に書いて、4ページもですね、研究計画書を書いた段階で、もはやですね、何かが失われていると思うので、だって結婚してくれ、プロポーズするときに4ページ、理由書かないんですよね。まあ、お金にもらうこと仕方ないんですけどね。そんな感じです。はい。最後もう一つぐらい聞きます。